はい、今回はですね、日本代表にめちゃめちゃ関わりのある男ですね。いやー、あれ絶対シュートじゃないでしょ。フェルトンゲンですよ。フェルトンゲンはね、フェルトンゲンなってんの名前。あってね、フェルトンゲン、ベルトンゲンとかいうのかな。 30?35、6 か。でも、これまだベルギー代表で選ばれたよな。この前のあの、ユーロの予選とかでも、出てたよな。違ったっけな。出てたよな。なんか出てたような気がする。すごいね。鉄人だよね。まあ、長らくね、ベルギー代表、まあ今も支えてるんですけども、アヤックスでデビューして、その後、取ってなんか、行って、まあまあ、なんか永遠の中堅の男って感じかな。で、その後ベンフィカ行ったよね。で、今多分ベルギーに帰ったかな？そうだかな？多分今ベルギーの多分国内でプレイしてると思うんですけど。まあ確かにでもでかいのはでかいよな。189か、でかいな。でもフェルトンゲンはでもね、もう一番有名なのは、前々回、2018年のロシアワールドカップの時の、ね、2対0で日本がリードしてて、で、1点返された時のヘディングシュートを決めたのが彼なんですよ。でも、あれはヘディングの、まあ一応ゴールなんですけど、どう考えたらパスだよねっていう。あのパスがね、結果的にはゴールの枠に入っちゃったっていうね。まあ、そうね、難しいな。エイジもね、身長185なんでね、あと5センチ高ければ、シュミットならワンチャンね、もしかしたらっていうのはあったかもしれないですけど、まああの時シュミットいなかったんでね。まあでもあれは仕方がないかなというところなんですけども。そうだ、日本代表にとってはね、なかなかクセモンですよね、フェルトンゲン。あのゴールから始まったわけですから、あのゴール入ってなかったらね、間違いなく日本が逃げ切って、ベスト8ですか？行ってたと思うんで、あのゴールから一気に流れ変わっちゃったんで、まあそういう点では、日本にとってはね、なかなか忘れられない男ですよね。まあ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 。まあまあ、頑張ってくれ。